はい、皆さんこんばんは。名犬の風は南からのお時間がやってまいりました。今日は鹿児島市の小川美佐子市議会議員の事務所に来ております。小川議員が今月ですね、今月6月に鹿児島市議会で、コロナ、それから新型コロナワクチンについて約1時間ほど質問をされましたので、まあ、その質問と質問の回答からですね、これからのその鹿児島といいますか地方自治体の方向性を今日は小川議員とともに探っていきたいと思います。小川議員、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではもう時間がもったいないので早速聞きたいと思いますけれど、まあ、あの答弁僕もあの議場に行って聞かせていただきましたけれども、まず最初に聞かれたのがその10代の死亡者というかもともとゼロなわけですけれど、コロナでのそのワクチン、あの死亡者がゼロにもかかわらず、ワクチンの方の年齢を接種年齢を12歳ぐらいの方向へですね、こう引き下げていこうということの見解を聞かれたと思いますが、これはどういう回答だったんですか？ですね、これは、まあ、対象年齢を12歳からに引き下げたことについては、うん、国の厚生科学審議会予防接種、ワクチン分科会の資料に基づいての答弁でした。で、これまで接種対象となっている16歳以上のものに接種した場合と同様の有効性と安全性が期待できるということで、まあ、こう、そしてですね、10代においては10万人あたりは、まあ、陽性者数がですね、60代70代の高齢の方よりも多いということで医療提供体制に一定の影響を与えていると考えられることなどが理由とされておりますという答弁でした。それはまたすごい答弁でしたね。そうなんですよ。その安全性がそもそもその確認されてませんからね。そのどこにも人類初ですから人類初なので、人類初、世界初、世界初、で、まあ子供に売っても安全と、どっから資料を持ってきていったんでしょうね。そうなんですよね。すごいですね。はい、で若い人ちょっとってですね、大体あのワクチンっていうか、コロナの感染者は年寄りばっかですもんね。そうです、ほぼ発症者ゼロなんですけどね、子どもさんたちは。まあ答弁になってないような、そういう話でしたけど、あの次にファイザー社のファクトシートによって、まあ、79%、まあ、有害事象副反応みたいなことでしょうけども、を聞かれておりましたが、どういう見解でしたか？はい、これもですね、厚労省が、まあ、公表してまして、ファイザー社製のワクチンの臨床試験結果によりますと、まあ、12歳から15歳の2回目接種後において注射部位の、ね、痛みが、まあ、78.9%、約、まあ、8割ですね、約 79%、8割ですね、見られたという答弁だったんですけども、まあ、私の方で調査しましたら、この有害事象って2回接種した後のですね、AE ですけどね、これが、まあ、確かに注射部の痛みが約8割、80%、でそれ以外がすごいんですよ。これあの疲労が 66%、頭痛が 65%、おかんが 42%、筋肉痛が 32%、発熱 20%、関節痛 16%、こんな感じで本当に大変なんですよ。すごいですよね、これもゾッとしましたけど、僕も。でも答弁があまりにも簡単で、あの痛みの人が8割います、で終わりましたからね、あの人の答弁は。そう、まあ、何を根拠に安全性と有効性と言われてるんでしょうかね、って感じで。これほどの副反応ほとんど出るわけですよね。まあ、あの痛みはともかく、やっぱりその熱が出たりというのから始まって、ずっと結構これ見て普通これ安全ですっていう人はほぼいないと思うんですけどね。まあ、しかし市の答弁は、いや安全性ってちゃんと
答弁されてますから。さあ立派な。何かあったら責任持たれるんでしょうかね。本当びっくりしました。はい、このくらいあるって、どうせ厚労省の 79% 追っかけてるんですから、分かってるはずですからね、その後の、はい、あの他の反応も。そうですね、まあ、それ、驚きました、まあ、驚きの答弁でございましたが、次続いてそのPCR 検査、はい、PCR 検査についてはどうだったですかね。ですね、PCR 検査の方は、答弁がここに来てますけどね、はい、PCR 検査じゃなかったですか、質問のところは。PCR 検査その前でしたっけ、飛ばしましたね僕ね。あの要するに集団接種ですか。ここですよね、あれ集団接種が何で、あ、ここなんだ。はい、ここはもう一回やり直しをしますから、ここは編集で、はい、お願いします。これは集団接種と、集団接種と、うん、そうですね、 1,2,3 の集団接種をここに書き忘れちゃってたんで、ああ、じゃあ集団接種のところを聞いたら、これとここまでですね。そうですね、この2枚ですね、はい、はいはい、わかりました。じゃあ行きます。はい、じゃあもう一回取り直しでいきます。はい、はい、次にですね、はい、まあ、愛良市がちょっと集団接種の話もあって、うん、はい、鹿児島市における、まあ、状況ということで質問をされたと思いますけれども、うん、はいはい、これはどういう回答だったでしょうか。ですね、まあ、愛良市の中学生への集団接種については、はい、ファイザー社製ワクチンの対象年齢を引き下げたことに伴って、うん、はい、あの中学校における、まあ、集団接種の可能性を検討されたものと伺っておりますよ、うん、はい、という答弁でですね。それはまあ至極ごもっともの話ですね、はい、で、もしにおいては、はい、年齢階層ごとに接種券を送付することとして、うん、はい、まあ、希望する方に接種してもらうということで。なるほど、集団接種はないと。集団接種の方はですね、はい、あの私の方で、まあ、再度確認をしたんですけど、はい、集団接種は検討してないということです。そうですね、はい、昨日一昨日ちょっと新聞でも出ましたけれども、はい、8月30日から鹿児島市は、はい、そうなんですね、あの接種券を配ると、はい、配ります、配りますが任意ということですね、うん、はい、そうですね、だから2学期になったら、はい、まあ、もしかしたら12歳からの、うんうん、まあ、少年少女が受けるのではないかなという、うん、はい、だから親御さんの責任もすごく大きいですね。勉強してもらって、あの、もう一生取り返しのつかないことになる可能性もありますから ね、 そうですね、人類初で誰も経験してないものなので、子どもさんについては特にあの慎重に協議しながら、よろしくお願いします。勉強しながらやっていただきたいと思います。それからあの次に PCR 検査、はい、あの CT 値、はい、について、はい、あのご質問されたと思いますが、はい、あの CT 値についてですね、あの、まあ、あの基準値がないですよね、はい、基準値をこう上げることによって、うん、陽性が増えるんじゃないですかと、うんうんうん、で下げることで減るんじゃないですかとお尋ねしたんです、うん、そしたら答弁でも、はい、基準値を上げると陽性となる可能性が増え、はい、下げると減ることになりますとちゃんとお答えいただきました、はい、ちゃんとあの知っているってことですね、PCR。そうですね、そうですね。そして、まあ、鹿児島は、まあ、陽性判定の基準として CT 値を40以内に、まあ、示しているということですよね。はい、40以内に示して、まあ、はい、あの通りということは世界最高値の40で、はい、うちもやっていますよという。そうですね、趣旨ですね。ってことは、はい、陽性者が多くて当たり前という、はい、ですよね、可能性がないということを世界最大値をやってるということは、うん、あの陽性がいっぱい出ますよという基準を、うん、そうなんですよ、うちにも採用してますよと、はい、いうことですよね、まあ、答弁は、ね、そうなんですよ。台湾では、まあ、CT 値を35に下げた結果ですよ、うん、陽性者が激減しましたと、はいはい、そしてイギリスでは CT 値を45に上げてみましたと、はい、もうこれちょっと論外ですよね、45 で、はい、で全学生に一斉に検査をしたら感染者が大爆発、はい、パンデミックで、はい、あのこのように PCR 検査というのは、はい、意図的に結果を操作できるということが、ね、はい、明らかになってしまったんですよね。だから
それはもう世界中がそれは知っていて、そうなんです。だけど日本は全然患者も出ないのに、世界最高値でとにかく一生懸命、はいはい、そうですね、無理くりですよね。今はもう水でも、うん、コーラでもパイナップルでも、うん、陽性に出てますから、お水で出るって言ってますからね。それを新行政たるものがですね、うん、最高値っていうのを疑問に思わないというか、そうなんですよね。あれ CDC もあれ注意してるんですよね、注意勧告を。あ、そうですね。あの WHO の方も、はい、それからアメリカの感染症対策責任者のハウ、うん、ファウチ、はい、ファウチさんも、はい、CT 値35以上は無意味だと発言されてるんですよ、はい、そうですね、無意味なあの CT 値を設置、あの基準値を設けて、はい、それであのどんどん検査をして陽性陽性と言って、陽性がまるで感染者であるかのようにこう報道もです ね、 ね、おかしいですよ ね、 すね、感染者って。そうなんです。その世界最高のアメリカのあのファウチさんが35以上はするなと、はい、無意味だと各国に言ってるのに、はい、ということは偽陽性ばっかりということなんですよ。 97% ぐらい、ね、言ってます。それを真剣にね、毎朝朝から晩まで、はい、あの感染者と言って、はい、あれ CT 値40って多分1兆倍ぐらいになるんですよね。そうです。1個しかなくても40回回せばサイクルを、はい、そうですあのまあ10個のね、はいはい、ウイルスですごいですよね。はい、まあ、それはまあ受けりゃほぼ1兆個になる、1兆本っていうかな、1兆本ですよね、はい、2倍4倍8倍とどん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 こう増幅させていくわけです、はいはい、それをね、不思議とね、まあ堂々とおっしゃるんですけども、はい、世界最高値をやりながら、はいはい、あのでも高ければたくさん出ますよと、そうですね、低ければ出ませんよと言ってるってことは知っているってことですから、まあ、答えはそうですよね。まあ PCR 検査がそもそもですね、はい、そうです。でしたよね、キャリン・マリス、まあ博士はそのノーベル賞をもらった人で、この PCR の発明者ですから。そうですね、その方がこれは検査には不向きで、はい、検査には使うなと言われているものをですね、はい、なぜかこの世界中がやっていると。これドイツのドロスデン教授グループが、まあ、そういう論文を出して、はい、これはいいですよと、あのみんなやりなさいみたいな論文なわけですよ。これは全部怪しいですね。キャリー・マリス博士そのものが発表してなぜか急接されていなくなられて、亡くなってしまって、でこれドイツでこれはいいと、この普通に常識で考えて、あの何かおかしいと、そもそも始まった時からまあこういうことだったということなんでしょうけど、まあね、なんかおかしなことが続いていきますけども、うん、そうですね、まあ、それがまあパンデミックとなった、うん、むしろコロナのパンデミックよりも PCR のパンデミックなのかもしれません、ね、うん、PCR 検査のこのキットがなければ、はい、そんなパンデミックなんてないんじゃないですか、ね、そうですよね、うん、調べようがなかったわけですからね、うん、そうですよね。でもこれをまあ検証せずにですよ、はい、完璧ななんか検査法であるかのように捉え、うん、はい、そして医師の判断以前に陽性者が出たら感染者のようにこう数えっていう、はいはい、うん、なんかこの辺のこう曖昧さというか、うん、本当にこのね、テレビに出る学者の方々もね、はい、毎日テレビ出てきてますけど、さ、出演料はたくさんもらったのかもしれませんけど、本当に学者なんだからね、うん、子供でもわかるわけですから、その1兆倍にも増幅すりゃ、うん、机にもどこにもね、あの、うん、いるわけですからウイルスは。陽性でもですよ、はい、まあ、症状がなければ、はい、無症状感染者という世の中にないですか、その、うん、無症状ってことは元気ってことなんだけど無症状 なのに感染者だっていう、このすごい専門家たちですよね、この日本の専門家っていうのは。そういう、まあ、言葉が一人歩きをして、はい、結局あの子どもたちは、まあ、うん、死亡者ゼロだったり、うん、感染者がなくても、まあ、打たされる羽目になっちゃったんです。でこれは人類初なのにあの安全だと、うん、そう、安全性、有効性も安全性も確保されてると言って、おかしなこと、無症状の子どもたちまで、はい、このワクチンに、ね、
まあ、どんどん年齢を引き下げて、うん、そっち向かわせていますね。もっとちっちゃい子どもたちもっていうような声もありますよね。あります、あります。だからまあ、うん、その、まあ、世界見ればそういうところもあるんですけども、うん、鹿児島市も恐ろしいですよ。8月30日にね、そうですね、集団接種をさせないと言いながらですね、うん、券は配るっちゅうんですから、はい、だからお父さんお母さんもうね、おじさんおばさんでも構いませんけど、はい、保護者の方しっかり本当そうですね、勉強こういう、ね、僕らも勉強していかなきゃいけないですけど、うん、みんな勉強しながら本当に、まあ、ある意味メディアリテラシーということにもなるかもしれませんね、うんうん、そうですね、まあ、テレビばっかり見てるとですね、うん、まあ、とんでもないことになるわけですけど、そうなんですよね。まあ続きまして、もうこれ言ったらね、永遠にもうスタートからこれおかしかったっていうことなんですけど、それはもう世界中がそれは知っていて、そうなんです。だけど日本は全然患者も出ないのに、世界最高値、とにかく一生懸命、はい、そうですね、無理くりですね。今はもう水でもコーラでもパイナップルでも陽性に出てますから、もうそれを新行政たるものがですね、最高値っていうのを疑問に思わないというか、そうなんですよね。あれ CDC もあれ注意してるんですよね、注意勧告を。あ、そうですね、WHO の方も、はい、それからアメリカの感染症対策責任者のファウチさんも、はい、CT 値35以上は無意味だと発言されてるんですよ、はい、そうですね、無意味なCT 値を設置、基準値を設けて、はい、それでどんどん見つけていると、検査をして陽性陽性と言って、陽性がまるで感染者であるかのようにこう報道もです ね、おかしいですよね。感染者感染者って、そうなんです。その世界最高のアメリカのあのファウチさんが35以上はするなと、はい、無意味だと各国に言ってるのに、はい、ということは偽陽性ばっかりということなんですよ。 97% ぐらい、ね、言ってます。それを真剣にね、毎朝朝から晩まで、はい、感染者と言って、はい、あれ CT 値40って多分1兆倍ぐらいになるんですよね。そうです、1個しかなくても40回回せばサイクルを、はい、そうですそうです。まあ、10個のね、はいはい、ウイルスですごいですよね、はい。まあ、それはまあ受けりゃほぼ1兆個になる、1兆本っていうかな、1兆本ですよね、はい、2倍4倍8倍とどんどんこう増幅させていくわけです、はいはい、それをね、不思議とね、まあ、堂々とおっしゃるんですけども、はい、世界最高値をやりながら、はいはい、でも高ければたくさん出ますよと、そうですね、低ければ出ませんよと言ってるってことは知っているってことですから、答えはそうですよね。まあ、PCR 検査がそもそもですね、はい、そうです、でしたよね、キャリン・マリス、まあ、博士はそのノーベル賞をもらった人で、この PCR、ね、PCR の発明者ですから、そうですね、その方がこれは検査には不向きで、はい、検査には使うなと言われているものをですね、はい、なぜかこの世界中がやっていると。これドイツのドロスデン教授グループが、まあ、そういう論文を出して、はい、これはいいですよと、みんなやりなさいみたいな論文なわけですよ。これは全部怪しいですね。キャリー・マリス博士そのものが発表して、なぜか急接されていなくなられて、亡くなってしまって、で、これドイツでこれはいいと、この普通に常識で考えて、何かおかしいと、そもそも始まった時から、まあ、こういうことだったということなんでしょうけど、まあね、なんかおかしなことが続いていきますけども、そうですね、まあ、それが、まあ、パンデミックとなった、むしろコロナのパンデミックよりも PCR のパンデミックなのかもしれません。 PCR 検査のこのキットがなければ、はい、そんなパンデミックなんてないんじゃないですか、ね、そうですよね、調べようがなかったわけですからね、そうですよね。でもこれをまあ検証せずにですよ、はい、完璧ななんか検査法であるかのように捉え、はい、そして医師の判断以前に陽性者が出たら感染者のようにこう数えっていう、はいはい、うん、なんかこの辺のこう曖昧さというか、うん、本当にこのね、テレビに出る学者の方々もね、はい、毎日テレビ出てきてますけど、さ、出演料はたくさんもらったのかもしれませんけど、本当に学者なんだからね、子供でも分かるわけですから、その1兆倍にも増幅すりゃ、この机にもどこにもね、いるわけですから、ウイルスは陽性でもですよ、はい、
まあ、症状がなければ、はい 無症状感染者という言葉も世の中にないですか、その、うん、無症状ということは元気ということなんだけど無症状 なのに感染者だっていうこのすごい専門家たちですよね、この日本の専門家っていうのは。そういうまあ言葉が一人歩きをして、はい、結局あの子どもたちはまあ死亡者ゼロだったり、うん、感染者がなくてもまあ打たされる羽目になっちゃったんです。でこれは人類初なのにあの安全だと。うん、そう安全性、有効性も安全性も確保されてると言って、おかしなこと無症状の子どもたちまでこのワクチンに。はいねえまあ、どんどん年齢を引き下げて、うん、そっち向かわせていますね。もっともっとちっちゃい子どもたちもっていうような声もありますよね。ありますあります。だからまあ、うん、その、まあ、世界見ればそういうところもあるんですけども、うん、鹿児島市も恐ろしいですよ。8月30日にねそうですね、集団接種はさせないと言いながらですね、うん、券は配るっていうんですから、はい、だからお父さんお母さんもうねおじさんおばさんでも構いませんけど、はい、保護者の方しっかり本当そうですね、あの、まあ、勉強こういう、ね、僕らも勉強していかなきゃいけないですけど、うん、みんな勉強しながらこういった本当に、まあ、ある意味メディアリテラシーということにもなるかもしれませんね、うんうん、そうですね、まあ、テレビばっかり見てるとですね、うんまあ、とんでもないことになるわけですけど。そうなんですよね。まあ続きましてもこれ言ったらね永遠にもうスタートからこれおかしかったということなんですけど、はいはいはい、まあ次に菅総理が、はい、ね言われましたけども、1日100万回だと、はい、いうようなことで、はい、ちょっと小川さんもそれを聞かれたと思います。それからそうなんですよ、あの 大規模接種ですかね、それも聞かれた、はい、その辺はいかがだったですか。そうですね、あの答弁の方ではですね、はい、現在国からはあの7月末までの措置として個別医療機関が時間外や休日に接種を行う場合には、うん、これまでの1回あたり接種単価2070円に時間外を730円、はい、休日を2130円加算しますと、はい、また診療所で週100回以上の接種を行う場合には1回あたり2000円を加算するなど支援をしてまいりますと、はい、それでですね、はい、あのいろいろありますね、特別手当がねどん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 、そうなんです、お医者さんもいいですね、うん、これそして大規模接種会場についてはですね、はい、まあ県の方で、まあ、設置するということなんですけども、うんうんはい、まあ医師や看護師の報酬などにつきましては鹿児島市では、はい、国が示した報酬を上回る額を設定しているところでございます、うん、ということです。なるほど、まあ、大規模はまあ県にあれするとして、はいはい、あのこのもともと2070円だったものにですね、はい、次々730円、2130円、はい、でこれ100回答弁では100回で2000円ぐらいでしょ、はい、あれ150回もあるんですよ。150回でもまたさらについてきてですね、はい、バーゲンセールじゃないんですからねこんなことしたら看護婦さんやみんながですね、うんはい、とにかく来た患者さん全然コロナじゃなくてもワクチン打ちましたかってなるわけですよ、うん、ですね。もうそれはひどい話で、だからこれは、うん、あの圧力団体である医師会が、うん、官邸とおそらくこれ話をしていって、うん、100万回1日100万回あの接種目標っていうのが多分出てきてですね、はい、あの そこに対して総理が100万回って言ってるんだから俺たちもやらなきゃいけないと、うーん多分そういうストーリーですね、あれはね。これ間違ってたらすいませんね、あのおそらく流れ的にはそうなっていて、はい、どうせ首相同行で分かるでしょうから、うん、あのそういう医師会との連携というか、うん、があってのことになっていくんだと思います。大規模接種が鹿児島県でも始まったんですが、はい、少なかったみたいですね。らしいです ね、なんかね、はい、ネットで上がってましたけど、観光取りでしたね、観光取りで。だからもうその大規模の接種会場に行かなかったというよりも、うんうんうん、各病院でそのワクチンを打つ病院にみんな行っているということですよね。まあ自分のね、はい、行きつけの病院をこういう形で応援できるわけですからね、うん、そうですね、まあ、変な言い方ですけどね、はい、そうです ね、多分そういうことになっていって、あの、まあ、最初医療従事者であり、はい、あの高齢者であり、はい、で、まあ、子供たちに来て、うん、でこう
全体に今一生懸命あの数を増やしているんだと思います。じゃあ、続いてですけれど、はい、まあ、議会で聞かれた、はい、未だに続いているソーシャルディスタンシングとマスク着用、はい、これはどんな答弁があったんですかね。要するにソーシャルディスタンシング2メートルということですね、はい、うん、2メートル、はい、この身体的距離の確保とかマスクの着用などは、うん、専門家会議からの提言を踏まえて国が示したところでございますというような、国がという、国がですね、はいはい、ああ、そう言いながらね、国がどんどん変わってますからね、はい、それはいつの国の指針の話をされてたんですかね。そうですね、はい、まあ、徳島大学の名誉教授の、はい、まあ、最近、はい、あのずっとに著名っていうか有名になられてます、はい、大橋誠先生ですね、うん、はい、がとか、まあ、心ある、まあ、医師や学者たちはこのソーシャルディスタンシングのマスクの必要性は PCR 検査が正しいという前提のもとで、うん、無症状者が感染源になるという仮説に基づいてのことですよというふうに訴えられています。そうですね、本当にそうですよね。そうですね、もともとだから、うん、その無症状者はどんどんあの移すんだと、うん、コロナはそう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 、ということをやったら一人歩きしてるんです。そういうだからまだね、離れた方がいいとか、うん、マスクした方がいいとかって言うんですけど、うん、検証もしてないですね。そもそも無症候者が移すっていうのが、うん、証拠がないわけですから。そうなんです。で、今年1月29日付で、はい、萩生田文科大臣より、はい、マスク着用が感染拡大防止の効果があるという科学的根拠を立証する文書は保存していませんという理由で不開示決定がなされているんです。そうですね、うん、萩生田大臣はいつもなんかね、どちらかというとあの、はい、子供たちを守ろうというか文科大臣なので、はい、そういう趣旨から発言をしていただいているような気はするんですけれど。そうですね、あの、まあ、だから文科省としては、まあ、そういうスタンス、ね、そうですそうです。文科省は2月19日に文科省が出してます学校運営ガイドラインというのがあるんですけど、うん、これを改定しましてね、はい、ソーシャルディスタンス、はい、新しい生活様式、はい、マスク常時着用という文言を削除しました、はいはい、ねえ、うん、それ知らないんだと当局は言ってるようなもんですこれね。で、本市の、まあ、まあ、各全国の教育委員会にこれをもう通知してるわけですので、はい、鹿児島市では中学校で6月4日にですね、はい、ついこの前ですけどね、はいはい、保護者にマスク着用についてという文書を配布 してるんですよ。で、その通知の、まあ、通知文っていうか、うん、そのことにはですね、はい、マスク着用による健康被害を防ぐために以下の場合はマスクを外すなど臨機応変に対応しますという、うん、あの文書です。で、その中で1番目は、うん、はい、十分な身体的距離が確保できた時、うん、それから2番目に体育の授業や 部活の時ですね、はいはい、それから3つ目が昼休み時間とか校庭で遊ぶ時で、4つ目が気温とか湿度がまあ高くて暑苦しくて、その不快指数が高くて熱中症などの健康被害が発生する恐れがあるとき、うん、で5番目が児童生徒など本人が暑さで息苦しいと本人が感じたとき、うんうんうん、それと6番目に健康上の問題でマスクを着用することができないときと明記してあります。これ立派ですね、うん、これは本当にこれを、ね、親御さんに配ってあるんですかね。親御さんは本当に理解していただいて、はい、まあ、うん、ただそう言いながら全員がマスク着用で歩いていますが、鹿児島市を見る限りですね。そうですね、僕の友達なんかはですね、まあ、その子供がねしてないって言ってですね、うん、はい、そたまたまいたんですよ。僕は見ることないですもん、はい、全部見てこう見ても、はい、みんなしてるんですよ子供たち、はい、真面目に。だけど
あのネットにね上げてましたからね、子供たち最近してないんじゃないかと、危ないんじゃないかという人そうなんですね、そういう人もいるんですけど、まあでも学校は、うん、あのもう死亡者も出ましたからね、体育、そうなんですよね、マラソン、マラソン中か、まあマラソンでもないですけどね、走ってる時に死亡者も出て、うん、学校はだからもう文科省、文科大臣がそもそも気をつけてますからね、うん、それをだから学校の先生が早く現場に落とし込んでもらってですね、はい、あの子供は言えないわけですから、自分の方から苦しいとか、そうですね、親御さんと先生に頑張ってほしいですよね、そうなんですよ、本当にそうだと思います。まあ、じゃあそこのところは前回の質問の時もちょっと聞かれましたよね、はいはい、まあ、だから校長先生次第というところがあります、はい、親御さんもそうですけど校長先生次第で、はい、まあこの前回はあの、うん、こうパルスオキシメーターがね、はいはい、すごく数字があのこう、うん、低くなっちゃって91とかで、それで病院で診断書をいただいて、はい、あの学校に持って行ってもうマスクできないというお子さんがいて、うんうん、でそのお子さんも別にあのいじめとかにも合ってないということで、あ、そうですか、うん、それはホッとしましたね、それは良かったですね、マスクしてないからと言ってね、あのパルスオキシメーターのやつは大人でも測ることができて、だいたい1時間で1割ぐらい下がるんですよね、脳内酸素の量が、そうなんですよね、だから大人も何も関係ない考えずにしてますから、90以下になったらやばいですよね、やばいし、これ1年も続けてるわけですからね、もう2時間も3時間もしてますから平気で、うん、そうです、相当、まあ、いろんな被害が出るんだろうと思いますね、これからはね、本当、はい、そうですね、まあ、学校は特にあの学校の先生方にはね気をつけてもらいたいと思います、まあ、でも少しここはホッとするところでしたね、はい、そうですね、はい、こんなこともないとですね、そうですね、はい、ちょっとまた聞きたいんですが、こっちは数字的なことですけれど、はい、コロナ死、コロナ関連死といいますか、はい、コロナで、はい、亡くなった方等について聞かれていて、あの時はもうちょっとあれでしたね、死んだ人っていうのは 0.25% っていうのは本当ですかって聞かれた、そうなんですよ、だったと思うんですけどね、はい、それ事実でしょうかって聞いたら、はい、まあそれは その通りですっていうことでしたね、はいはい、要するにあの厚労省が人口動態統計というのを出してまして、うん、はいはい、それの2020年度版、うん、2020年版っていうんですかね、はい、2020年の死亡者は137万人、はい、137万、はい、はい、で新型、その中で新型コロナウイルスの死亡者数は3466人、はい、まあ換算すれば新型コロナウイルス死亡者はわずか 0.25%、うん、そうですね、1% もないということは 99.75%、うん、ですね、 99.75% は死なないってことですかわずか、はい、まあ、あのそれをちょっとあの 0.25% が、はい、あの亡くなったということを、はい、まあ、事実ですかって言ったら、うんうん、まあ、その通りですよってご答弁いただいたんですけど、はい、厚労省のこの、 あの、うん、こう死因別で、はい、あの、はい、こう示されてるんですけどね、はい、あのこのウイルス、新型ウイルコロナウイルスの死亡者は3466人ですけども、うん、はい、がんは378000人、はい、はあ、心疾患は205000人、うん、老衰が意外と多くて132000人、はい、脳血管疾患が103000人、はい、肺炎で亡くなったのが78000人で、自殺が2万人、うん、そしてですね、インフルエンザでの死亡者が2018年は、はい、あの3325人で、うん、2019年は3575人だったんです、はいはい、しかしながら2020年はインフルエンザの死亡者が954人に減って、はい、そして新型コロナウイルス死亡者の数が毎年のインフルエンザの数とほぼ同じような3466人ということになっています。データは嘘つかないですよね。毎年のこのコロナ、うん、コロナっていうかインフルエンザの死者とこんだけ大騒ぎしたのに一緒やったということですからね、うん、ほぼ同じですからね、はいはい、これ本当に数字はねごまかせないですよね。でもコロナ死はコロナ以外、死因がコロナ以外もとにかく全部、はい、陽性者はそうです、あの報告しろというのが厚労省から来ていて、はいはい、鹿児島県でもありましたね、90歳の人は全然別で基礎疾患があって死んだのに、はいはい、あの
それをコロナ死としましたという発表も鹿児島市はありましたけど、報道でもありました。 NHK の報道でもね、なんとか増やして増やして他の市も入れて、結局インフルエンザと変わらないと、はい、90代の女性が初めて鹿児島市、まあはい、初めての死亡者でしたよね、はい、そうでした、この方はね、うんうん、でただし鹿児島市は厚労省の、指示に従って、はい、新型コロナ関連の死亡者として国に報告したということ、はい、これはもう全国ニュースで、うん、流れましたからね、僕らもだから最初死者が出た時にびっくりして、うん、わー出たんだと思ってましたけど、うん、それが実はコロナ死じゃなかったけど国が白中から、はい、陽性者は白中からしたんですっちゅう、はい、そういうのもね、あの頃はまだ純粋だったですね、うん、そういうことが流れてましたから、まあ、基礎疾患で亡くなってるのにですね、そうです、コロナで亡くなったことになっちゃって、まあその頃はマスコミもね、うん、少しはまともだったのかもしれませんけれど、うんね、まあその他ですよ、そういう数も入れて 0.25% なんですよね、はい、そうなんですよ、だから 99.7% かかりようがないんですよね、これね、そうですよね、まあこういうのももう本当矛盾に満ちて、しかし自治体の長であればですね、少しはそういうことを考えて、はい、国ともね交渉をしてほしいと思いますけどね、いろんなことを、はい、これでなんで天文館まで塞ぎ込んでですねやんなきゃいけないのか、まあようわかりませんけど、次にワクチン接種死亡者、はいはい、ワクチンについて、まあこれ全部認めないわけですけど、でも、はい、ワクチンを打った後に亡くなった方のデータはもう出てきてますね、はいはい、そうなんですね、はい、ワクチン打った後に601万6200人余りのうち、はい、25歳から102歳の男女が85人亡くなったと、5月21日で85人亡くなってるんですけど、はい、うんうん、5月30日の数字はもう、はい、10日間の間に増えて139人になってるわけですよね、はあはあ、そしてそれから5日後ぐらいにはもう、はあ、6月4日ですけど196人になってます、だーっと来てますからね、うん、ですから10日で50数名だったのに、今度はもうですね5日間ぐらいで50数名、うんうん、死者が亡くなってるので、6月4日以降もうだいぶ経ってますから、もっと、まあ、常識的に考えればね、4、5日で50人ぐらい増えてるんだったらすごい人数になってるでしょうね、あのね、それがね、はい、196人で止まってるんですよ、厚労省発表しなくなったんですよ、ですね、はいはい、で、まあ、それは、まあ、それはどう考えてもどんどん増えてるわけだから、うん、今はもっと増えてるわけなんでしょうけど、はい、まあ、それはいつかするでしょうけどね、はい、まあ、それには年齢別性別でどの、うん、ワクチンにはロット番号があるみたいです、ね、ロット番号まで載って調べてる、公表はしてるんですが、市はそれはなんと、まあ、市の当面っていうのは、うん、市はまあです、ね、あるんですよね、85人中、はいはい、5人中ですね、55人が、あ、55件ってありますけど、まあ、55人が、はい、情報不足などによりワクチンと症状名との因果関係が評価できてないと、はいはい、5件5人がですね、ってことは残りの30人は、はい、まあやはりコロナワクチン死亡ってことですよね、そうですね、まあ延々にこれ菅総理は4000万ね、4000何本あれしたらって言ってましたけど、何人死んでも一人も認めないとか因果関係はないって言うんですから、今後もないんでしょうけど、因果関係がないんじゃなくて接種後に死んでるのはもう明らかに事実なんでね、ちゃんとそれ検証して、本来はその接種後に死んだ人が何人で、本当にそのワクチンと分からない人は分からないで、それはあるでしょうけどね、その辺を誠意ある対応というのは行政ですからね、まあ、鹿児島なんかはまあひょろっと国のそれを言うだけっちゅうことですね、そしたらそうですね、あ、まあ、それ、それから次に新型インフルエンザが大流行したときに、はいはい、もうワクチンも相当な数打ったんだと思うんですけど、うん、そうなんです、それでまあワクチン死というか、ワクチン後に亡くなった方がゼロっちゅうのを意味するものと、はい、は何かということを聞かれましたね。そうなんです、そうなんです。2009年の10月19日から、はい、2020
10年の1月5日ですね、うん、3ヶ月ぐらいですね、3ヶ月ぐらいの間に、はい、まあ、接種した人たち、はい、約1600万人、その中でワクチンでの死亡はゼロであるということ、全然違うものなんですね。だからインフルエンザの、今までのインフルエンザで打っていたワクチンと、うん、今回の、まあ、遺伝子ワクチンと言われますけど、うん、mRNA ワクチンですかね、うん、それと明らかに何かが違うと、アナフィラキシショックなどですね、はい、そういった直接原因の死がないというわけですよ、うんうん、新型インフルエンザ、はいはい、1600万人も打っててですよ、ないんですからね、数ヶ月のうちに。で、当局としては死因がワクチン接種であると評価できないことによってゼロなんだということは、まあ、認めてはおられましたね、うんうん、まあ、だからちょっとその辺が、まあ、風邪のワクチン、今までのワクチンと、はい、新型、明らかに何らかが違うので、はい、こんなに死者が多いということなんですけど、これ僕の方でのこのデータでいくとですね、うん、はい、まあ、この時点は一緒なんですよ、5月21日の時点でですね、接種率が 53% で、うんうん、まあ、約接種者数というのは557万人、うんうん、でですね、はい、このワクチンの接種後の死亡者というのはそれで、うん、まあ、85人というふうに考えると、うん、6万6000人に1人が亡くなっていると、はい、今回のワクチンですね、今回のワクチン で、ね、で今小川議員が聞かれたですね、うん、はい、このこれまでのインフルエンザ、はい、これまでのインフルエンザとの比較ということで、はい、今ちょうど比較されたのでいくとですね、はい、こちらは5100万人が、接種されて、はい、7人が亡くなっているということで、はい、割合でいうと730万人に1人なんですよ、はい、今回は6万6000人に1人亡くなっているんですよ。だからそのワクチン接種後の死亡者というかは、はい、110倍も高いんですよ、はい、だから今回のワクチンがもう今までの従来のワクチンとは、はい、まあ、まるで違うと、はい、まあ、まるで違うというのはみんな専門家は言って、はい、打つなと、人類初でこれ分からないと、で動物実験では全部死んでるわけですから、うんうんうん、それをね、認可も下りてない薬をワクチンを、まあ、打つというのは、ちょっとですね、本当不思議だと思いますけど、しかも今の110倍ですか、はい、110倍で110倍危険であるにもかかわらず、はい、国の方は重大な懸念が認められない、はい、と言っているわけですよね。まあ、だから人類初だからですよ、分からないうち最初に言うのは分かるんですけどね、もう今分かってたわけで、はい、今だけで110倍なんですけど、アメリカの数字も出てて、はい、アメリカはだいたい500倍とか言ってますよね、はい、今までのインフルエンザ、うん、もうアメリカでは15年分のインフルエンザで亡くなった人たちの死亡者を、たったこの数ヶ月で、4ヶ月で超えたそうですよ。すごい。だからものすごいその死亡率っていうか、もう懸念すべき人数ですね、はい、もうこれ日本でも出てるわけですから、もうだからそれすぐにもうね、仮差し止めっていうか、とりあえずやめようと、でもう一回考えようとかね、調べようとかっていう、それするのが行政ですからね、本来ね。そうですよね。でワクチン接種して亡くなった人っていうのは結構聞きますよね、はい、聞きます。なのにわずか全国で169人だなんて、もうツイッターもね、 SNS もねすごいですよ。そのコロナ死は全然出てこなかったのに、コロナ死で中止といなかったのに、もうワクチンはあちこちでこうもうやってますから、これまでの指定感染者、これがですね、新型インフルエンザ等感染症に、まあ2021年今年の2月13日に変更されてるわけですよ、指定感染症から、はい、でこれはなぜなのかなと思ったら、うん、緊急事態宣言は昨年も打ちましたけども、うん、今年、まあ要するにこの方を変更、指定感染症から変更して、うん、まあ、何が向こうにとってですよ、はいはい、よかったかというと、うん、権限の行使の主体が曖昧だったんだそうです、うん、だから協力性や実効性を伴う権限がこの、
あの新型インフルエンザと感染症になって、はい、あの枠付けがこうなってあの与えられるようになったこれね強制症難しいんですよここが、はい、だから、まあ、はっきり言うと、うん、1回目のそういう宣言打った時は、うんうん、この法律を破ってやってたっていうことなんですよ、はいそうですよね、でこれちゃんと後でいかにも新型インフルエンザになりましたよっていうのは、うん、あのまあ2類から5類に下がったような印象を僕らは受けたんですよ、はいはい、その誤解はすごく多かったですよ、多かったですよ、ですので、まあ、あの強制隔離とか入院とかそういったものもなくなるんだと皆さん勘違いされて、はいはい、で要するにあの鹿児島の、まあ、有名な、はい、あの市議会でもね、はい、学習会をあのしてくださったお医者様がいらっしゃるんですけど、はいはい、マスコミなどでもおなじみのね、うんうん、あの先生ですけどこのドクターもあの早くして感染症を外すべきだっておっしゃってたんですけど、うんうんうん、このドクターがおっしゃってたのは何も強制力や権限行使を強化するようにとおっしゃってたわけじゃなくてそうそうそうし、まあ、季節性のインフルエンザとかですねあの5類の感染症にするべきではないのかということをおっしゃってたんだと思います。みんなそう言ってたんですよ、うん、そう言ってたらでそうなっちゃったと思ってぬか喜びでしたね新型インフルエンザだからもう厚労省がもう新型インフルエンザにしましたって言って、うん、あのみんなあの喜んだらそうじゃなくて、うん、合法的に隔離したりするにはそう類は変えずにで、はい、新型コロナ、はいということでですね、はい、インフルエンザ、はい、新型コロナインフルエンザ等っていうところにコロナが入っちゃっててそうなんですか、ね、行政中のあれを本当にこう二重三重にこうやるから、ね、分かりにくくしてあのねあの、うん、風邪ですとかね5類にした的に見せるけど全然してないどころか強化してたという、うん、そうですねだから、まあでもはい、暫定的にやってたわけですよね緊急事態をその時にはですね、うんはい、それでこう来て改めてやばいということで、はい、この強制力を持たせたものに、はいまあ、変えて知らない間にですねこちらを発令しちゃって、はい、ということで でも本当におっしゃるように、はい、皆さんぬか喜びでした、うんはいはい、だからね市議会でもそのやっぱりちゃんとした先生が出てきて勉強してるはずなんで、うん、全議員さん出たんでしょ市議会議員はほぼ皆さん出てらっしゃったと思いますね。ほぼほぼだからですよ。勉強してほしいですよね。もう指定感染症はあの外すべきっていうことをおっしゃった時は、はい、おーすごいと思いましたこのお医者様は、普通はそういうことが現場の市議会議員から出て、うん、でそれを県議や国会議員に上げてで国会議員がそれを審議していかなきゃいけないんでしょうけど、うん、まあ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 、まあ、この国は どうなってしまった地方議員というよりもね、はい、国会議員が、まあ、そうですよ本当に方ですからね、そこのところをやってですね、うん、本当にそういう意味で党があってこう連携してやってもらうっていうんだったら ね、うん、ねあの党があるのもいいと思いますけども、はい、全くそれも政党も機能しなくなってしまってですね、そうですねじゃあまあそういう、まあ、相変わらず2類のままでこの息苦しい生活は続いていくわけですけど、はいまあ、もう経済が破綻しますからねこ はい、こういう感じではですね、はい、であの次にその今社会の中で言うと、はいまあ、同調圧力っていうかそうなんですよね、まあ、これはだから同調圧力の方は、はい、コロナで大変だからマスクしろとか、はい、3密避けるでの ソーシャルディスタンス、まあはい、こんなものの同調圧力と、はいはいうん、もう一つはそのワクチンを打った人、はい、それから非接種者というか、はい、打ってない人への、まあ、みんなでそれを差別したり、はいパスポートやるぞとか、はい、ここ大きな2つこう全然別のものなんですけど、はい、その辺の同調圧力のことはどうなんですかね。それはですね、はい、答弁ありましたけども、はい、接種しないと判断した人が不利益を被る相談事例とかは市にはないそうです。ゼロなんですか。はい、ないです。1人も同調圧力受けてないですか。そうですね。すごいですね。そしてですねワクチン接種にあたっての人権侵害などの相談も寄せられていないということです。わだからワクチンを接種 していない方が差別を受けるようなこともないし、はあ、で人権侵害を受けることもないと。わ行政にはよっぽどその鹿児島市役所には相談しづらいんですね、うん、それね。
そうかもしれませんね。そうですよ、あの、はい、お母さんも前回の時もこうね、あるということだったと思いますけど、寄せられてるでしょう。それはもう数多く、しょっちゅうしますよ。マスクもでしたよね、この間も。マスクのこともそうですし、はい、あのなんていうかな、ワクチンも、まあ、来てます、はい、そして、はい、ワクチン打った後の体調不良を訴える声も、はい、まあ、回復までに1ヶ月半かかったというような声も、はい、まあ、死を覚悟しましたっていうようなお声も届いてますし、それとやはり兄弟でね、医療従事者 の、 女性がいらっしゃるんですよ、はいはい、その方はもう自分じゃなくもうせめて妹には打たせたくないということで、妹に打たない方に、印をしなさいって言ったそうです、はいはいはい、そしたらその妹さん、まあ、看護部長さんと薬剤師さんに呼ばれて、いろいろ副反応は出ませんよと、副反応が出る人たちは基礎疾患のある人ですよとか、説得をされたんだそうです、はい、でもそれでもやっぱり打ちたくないと思って打たないと言ってたら、次はドクターに、院長先生に呼ばれて、結局は打つ方向に持っていかされましたってことで、これは押し付けでも何でもないんですかね、うん、もうそれはもう本当さ、言葉の暴力というか、それ、ね、これは脅しでしょ、うん、これまあこれってパワハラにも値するじゃないですか。パワハラでもあります。だからまず同僚たちのそういうのがあり、うん、でまあ不調さん的なこうのがあり、うん、でドクターがあったり、その院長があったりですね、うん、でね、この看護師さんがね、はい、やはり受けなきゃと思ったのは、結局みんな、まあ、周囲の人たちは受けたくないとか不安なんだそうです、うん、はい、みんなね、はい、医療従事者の方たち、はい、でも自分だけが一人まあ、打たないというのは、まあ、みんなに悪いなという気持ちにさせられたそうです。両親がね、はい、咎めちゃって、そしてしかも一人で打たずに、まあ、無責任じゃないかともうドクターから言われたそうですよ、うん、はい、で副作用が怖いからと言って、死にたくないからと言って、うん、自分だけ打ちませんとついに言えなかったと、うん、わがまま扱いされちゃって、このね、ドクターたちのね、論法ってみんな一緒なんですよ、うん、あ、そうですか。そうですよ。最後はね、いや君の言ってるのはわがままだと、あなたが打たないかったら迷惑、家族も病院もみんなが迷惑すると、うん、あなたのわがままじゃダメっていう論法なんですよ、うん、だからですね、他のみんな打つのに自分だけわがままを通していいのかなと言って自己嫌悪に陥ったりするんですよね、はい、そうですよ。罪悪感を感じたんだそうですよ。そうなんですよ。そこに持っていっちゃうんですよね。だからだ、まあ、法律でね、これ立て付けが、うん、自己決定ってなってますのにね、うん、で厚労省に書いてあるんですよ。僕が街を歩いてても僕がこう発信をしてるもんだから、うん、医療従事者ですと言って、うん、うちの病院は強制ですって言ってくるんですよ、うん、でいやいやいや、これ厚労省のホームページ見てくれと、院長であれね、それこそ県知事であれ誰であれ、強制したらね、強要罪だから、うん、そんなの打つ必要ないんだと、だから、うん、毅然として打たないと言いなさいって言うんだけど、うん、できないそうですよ。私この本当看護師さんのことを思うと本当にまあ心が痛くて眠れませんでしたね、うん、そうですね。悩まれてね、まあ、だからせめてね、自分で打たないと決めてる人をですね、やっぱりその同調圧力で、病院のようなところがね、うん、一番医療に詳しい人たちなんだから、うん、ですよ ね、まあ、ね、だって26歳のね、医療従事者の女性、はい、亡くなりましたもんね、はい、やめ打ちたくなかったのにね、はい、受けたくないと言ってたの。これ家族がですね、全情報公開、名前も全部出してくれって言ってるんですけど、うん、出さないですよ、もうマスコミもどこも、うん、26歳でですね、4日後に死んでるんですよね、うん、そうそう、打ちたくなかったということでしたもんね。だから当然医療従事者でしょうから、うん、もっと詳しく僕らよりは知ってるはずなんですよ、うん、でも鹿児島市には一件もないって、相談もないって、そうそうそう、ワクチンもない、コロナもないと、うん、でも他の市議会議員さんにはあるでしょうよね。僕にあるぐらいなんだから、そうでしょうね。どうなんでしょうかね。私は、私はたまたまこの例以外にも本当複数に来てます、はい、ああ僕にも来てますから、うん、それは、うん、これは知らん顔っていうかね。だから窓口がわからないのか、うん、窓口がないって答えるのか分かりませんけど、うん、はい、それはまたね、小川さんの方で今後も聞いてもらって、本当に、うん、いつでも
その、そうですね、そういう理解のある人が窓口で、あのちゃんと対応できるように、本当その自治体ではやってほしいですよね。本当そうだと思います。まあ、そういうことが現場であるけれど、はい、あの議会を見る限りでは何も問題ありませんというようなことになってしまっているんでしょうね。まあ、残念ですけど、我が市だと考えるともう残念です。まあ、次行きたいと思いますけれども、はい、まあ、今度のこのワクチン mRNA 型、はい、まあ、遺伝子ワクチンとも、ね、言われていますが、これまた人類初のワクチン体験もしてないということで質問されましたですけれど、そうなんです、そうなんです、はい、本当にメッセンジャー RNA ワクチンといって、うん、まあね、遺伝子ワクチンであるということで、はい、あの質問させてもらいました、うんうん、あの世界で初めてで、まあ、こう治験中で、治験も終わってないわけですよね、はい、だから拙速に接種するよりも慎重に対応するべきだったんじゃないですか、うんうん、という、まあ、質問させていただいたんですけど、はい、あの新型コロナウイルスワクチン接種事業について、はい、重症者等の発生をできる限り減らし、うん、感染症の蔓延防止を図るため、うん、予防接種法に基づき実施しているところでありますなんかはぐらかされちゃった。なるほど、あの、ね、危険性があり、うん、人類初であり、もっと慎重に打つべきじゃないかと言って、うん、そうなんです答えになってないですよね、うん、そして、まあ、副反応が出た場合にですよ、はい、これ何せ遺伝子ですからね、うん、今までのは、まあ、ウイルスと同じものを、はい、まあ、同種療法じゃないんですけど、はい、それをちょっと入れてっていうことでしたけど、はい、遺伝子は世界初なので、うん、まあ、10年後20年後にこの経過観察をする必要があるんじゃないですかということもお尋ねしたんです、うん、はい、そし、まあ、シシソンソンにね、うん、特にね、妊婦さん、まあ、妊娠する、ね、はい、可能性のある女性とかなんか不安ですよね、うん、そしたら将来におけるワクチンの副反応についても、うん、国が責任を持って対応されるものと考えておりますという答弁でした、まあ、そうですね、さすがですね、はい、国が誰一人面倒見てないという事実も知らないんですかね、この人は ね196人死んでも誰も関係ないと言ってるんですから、因果関係はなしと認められないと、まあまあすごいことになりましたね、我が国は ねこれね、正義のかけらもないっていうかね、そうなんですよね、そもそもだってね、7年とか10年とかワクチン開発までに、普通のワクチンですよ、そうですよ、普通のワクチンでもかかると言われてるのを1年未満で認めてですね、まあね、国が責任取りますよって言ってますけど、私はいつももう前回も、はいはい、あの前回の議会でも同じことを言ったんですけど、うん、はい、まあ、いくつもの公害がありますよね、うんうん、ありますね、水俣病とか、うん、新潟の方にもありますよね、新潟の水俣病とか、はい、まあ、いろいろ喘息があったりいろいろしましたけどね、うん、公害だったり水俣病だったり、うん、原爆症だったりハンセン病だったり、いろんな、まあ、これまで病気があったんですけど、うん、国の基準の甘さとか国の責任で、あの病に伏して、うん、それで助けてくださいと言って、うん、資材を投げ打って自分の全人生をかけて裁判闘争されている人たちの、うん、一握りの人たちをこう救わないんですよ、国は、うん、そうですね、なんかやっとですよ、まあ、とん、まあ、和解というのがあってもなかなかですよね、うんうん、それなのにこの国が責任を持って、うん、あの、まあ、救いますよ、対応しますよと言って、うん、信じられませんよね、うん、信じられないというかね、もう本当にその今までのもう事実がありますからね、うん、信用ならないというのも助けてくれなかったからね、はい、助けませんよね、うんうん、だけど、まあ、今度はその中でもすごいですよ、異例中の異例で、うん、この、はい、もう法律さえ無視して、はい、緊急特例みたいな方にして認めると、うん、はい、治験もしてない、うん、あの薬の認可もしない、はい、治験に至ってはですね、全部の動物実験で動物が死ぬもんだから、うん、はい、これできないんですよ、アメリカの上院の公聴会で、うんうん、それはファイザーの方から答えがあって、うんうん、全部動物実験で死ぬもんだから、はい、あの治験ができませんというふうになってるものを、うんうん、はい、1年も経たないのに世界中認めてるんですから、うん、そんなものは鹿児島市だったらわかるでしょうからね、そんなものを、危険なものをやっぱり国にね慎重であるべきだっていうのは、うん、それは市長の責任でしょ、そんなものは、まあね、
だから、まあ、先ほど の、 そのワクチンを接 種、はい、接種するように、まあ、強制した院長先生なんかは、うん、まあ、基礎疾患のある人だけが死んでるんですよなんて言ってらっしゃるわけですよね、うんうん、はい、だから、まあ、看護師さんたちが録音しとってほしかったですよね、録音してください、皆さん院長と相談するときは。なんですけどね、はい、ファイザーの説明書には、はい、あの 現時点では感染予防効果は明らかになっていないので、はい、ワクチンを接種 したしないにかかわらず適切な感染防止策を行う必要があると記されてるんです。書いてありますでしょ、うんうん、これ知らないんですよみんな、ね、知らないんですよ。で 僕は最初にですね、うん、医療従事者からもらったんですよ、うん、これが来たと、ね、で、うん、今言われたところびっくりしましたね。だから、うん、感染効果を期待するなって、あの感染予防効果を、そうなんですよ、予防効果、うん、何のためのワクチンで予防するのかと、ね、で、うん、それはですね、よくよくずっとこう読み込んでみると、重症化を例えば防ぐものであってとかって、うん、で予防はないんですよ。ですよね。ワクチンは予防するためってみんな思ってますから、うん、でこれじゃあもう説明責任っていうか、はい、ね、インフォームドコンセントがなってないですよ ね、はい、そうですね。でそのことも市にお尋ねしたんですよ、はい、したら、はい、接種にあたっては、うん、予診の際に医師は接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について説明したこと、うん、はい、非接種者は、はい、これを理解し接種に同意したことについてそれぞれを予診票に記名することとされておりますとあるんですけど、はい、これね、本当に怖いことなんですよ。あれみんな同意書にサインした瞬間に終わりなんですよ。ですよね。もうすべて、まあ、言えば同意したっていうことになるんですよ、うんうんうん、説明してなくても、うん、ですね。本当に皆さん同意したんですかね、うんうん、そうなんですよ。ですので、まあ、鹿児島市にも、はい、あの本当にあのワクチンの危険性を、はい、こうちゃんと病院の待合室に貼ってらっしゃる院長先生がいらっしゃる、うん、あ、そんなね、ちゃんと。そして、ね、貼り紙じゃなくて、はい、今度は受付のところであの気をつけてほしい旨を、うん、あのちゃんとチラシにして配布してらっしゃる病院もあります。こんな病院が、ね、いくつも出てきてますよ、ぼちぼちですけど。そうですね、まあ、うん、あのワクチンを接種、はい、するところにおいてもせめてそういうことをですね、はい、きちっと僕は接種しないでほしいと思ってるぐらいなんですけど ね、うん、でですね、このチラシを置いてらっしゃる先生は、はい、その私もこのチラシ持ってるんですけども、はいはい、ちょっとあのここにあります、はい、このね、ここに閉じて、大事なものは全てここに閉じてますけど、こんな感じでですね、これをコロナワクチンを打つべきかという問いに対する答えといって、これを病院 の、 あの入り口で配布されているんです。でこの先生のまあおっしゃるには、まあ書かれているものを読みますとね、義務の接種ではないですよ、任意の接種ですよということをまず書かれてて、で一つ目に大腸カメラの際に飲む下剤でアレルギーを起こしたことのある方とか、二つ目にいろいろな化粧品が肌に合わない敏感な方、三つ目に免疫不全の病気で治療中の方など、近畿に該当する方でなければ打つのは自由ですって。だから、うんうん、もうお化粧品とかにかぶれる人とかもまずいですよっていうことを伝えてくださってるんです、うん、で誰かに強制されるものではありません、うん、だからこういう院長先生は、はい、あのナースにも看護師さんにも多分ね、はい、あの強制はされてないと思うんです、はい、患者さんたちにそう伝えてくださるぐらいですって、うんうん、でただしこの先生のここがもうすごいなと思うんですけど、ただし副反応、頭痛、筋肉痛、倦怠感、発熱などが強く出るのか、場合によっては危険なことになるのか、事前に知ることはできません、うんうん、だから事前にはわからないんですよって、だからようよう慎重に検討してくださいよってことでしょうよね。そうです。それがね、もう今データで出てるわけですよ、うん、8割はもうその痛みもあり、うん、で6割ぐらいはもう、うん、あの頭も、うん、発熱も、うん、何パーセントって全部出てますから ね、 子供たちもそうでしたしね。でそのぐらいはね、うん、でこの先生のチラシにですよ、はい、
あの今年の5月26日の、うん、さっき私たちがあのお伝えしてた、はい、厚労省の報告によると、うん、若い方 では26歳、うん、高齢者では104歳、基礎疾患のある方もない方も含めてワクチン接種後に85名が死亡しています、うん、全員がワクチン接種と明確に関連付けられるものではないとはいえ、関連付けられるものではありませんけど、でも無視できない数字だと思いますと、うんうん、この院長先生書かれています。そうですね、だからあのワクチン打たれた場合は、うん、お一人暮らしの方はできれば注射後数日はどなたかご家族が観察してあげた方が良いと思います、で書かれてて、ね、このね、病院のお医者様とかあのその従業員ね、はい、あのスタッフとかの誠意が伝わってきますよね、うん、そうですね。だから本当にその、まあ、病院でねこう少し時間を置いて帰られたとしても、はいはい、まあ、その後、まあ、お一人であればですね、うん、非常に急変することもあって、うん、パタッと倒れて、まあ、誰にも気づかれず、はい、孤独死ということになっちゃうかもしれない。それですね、もう本当にそうなんですよ、うん、そういうそのあの取説もそう読めるんですよ本当は、うん、ファイザーのやつも本当はですよ、うん、深読みすれば、深読みすれば、うん、だからあのワクチンは結局打ったらね、はい、聞くみたいに思うじゃないですか、はい、そもそも予防できないと書いてありですよ、うんうんうん、感染症予防できないんですけど、あの書いてあったじゃありませんかと言われそうですよね。でも決めたのはあなたですと、そうなる、それはどうサインしたらそうなるんです、うん、サインしたらそうなるんですけど、うん、その間にですね誰とも会っちゃいけないんですよ本当は、はい、あのそれはそうでしょう、はい、うん、この人ももう感染してる、こうやって抗体ができるまで時間かかるわけですよ、それは1週間だったり10日だったりする、はい、だからワクチンなんか不可能ですよ、だからそうですよ、ね、あの10日もね、そのこもらないといけないですよ、ですよね、打つ方もその人にしつく方もそれ全く触れられてないですからね、うん、だから mRNA ワクチンというのがさっぱりわからないのと、はい、ワクチンが今までとはまるで違うと。そうですよ、でまるで違うっていうのはあのあれがありましたね、今までのワクチンって、まあ、40-50% しか効かないと書いてあったんですけど、うんうん、これ 95% の、 あの有効率だとかっていうのを質問されてましたけども、そうなんですよ、はい、このワクチンの有効性が 95% と言われてますけどね、うん、はい、この 99% 以上の人が接種する、うん、接種しないに関係なく発症しないんじゃないんですか、うん、ということをお尋ねしたんです、うんうん、なるほど、はい、そしたらあのお述べになった 99% 以上の人が発症しないという件については、うんうん、ファイザー社が行った臨床試験において、まあ、偽薬をですね、はい、与えた2万人のうち、はい、要するに偽薬ですからワクチンじゃないですよね、はい、プラセボですね、プラセボ偽薬を与えた2万人のうち、はい、発症しなかったものが99% であったことを示すものと考えております、うん、だからワクチン打ってなくても 99% は発症しないということ、うん、とちゃんと当局は答弁してくださっています、うん、はいはい、でですね、まあ、この 95% 効果があるということは、はい、もうマスコミももうすごくこの 95% もう効果がありますって言って喧伝してますよね、はい、やってます、うん、でも詳細を見ますとこの臨床試験で、はい、まあ、ワクチン受けた人2万人、うん、受けない人2万人の結果が出てるんですよね、はい、でワクチンを結局受けてない人が2万人のうち162人、はい、あの新型コロナ感染症にあのかかって、うん、そして受けた人は2万人のうち8人がこのかかったと、かかったと、はい、やっぱりかかってるわけですよね、はいはい、でこの抑制された数をですよ、はい、本当は162人受けてなければかかったはずなのに、うん、あの154人が救われましたよというので、うんうん、162から8を引くと154人なんですよね、はいはい、この有効数を154人割る162人として95% という数字をこう引き出してるんです。すごいですね。でこの 95% がこうワクチンの、まあ、接種の有効率ですよって有効性ですよというふうにもうマスコミもバン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 あの宣伝してまして、うん、そしてまあ90要するに 99% 以上の人が
発症しないということは、受けてても受けてなくてもということは、ちゃんと受けてない人も発症してないということは当局答弁にもあって、うん、結局ですよ、うん、発症リスクってほんの 1% もないという、うん、はい、1% ないんですからね、はい、2万人中 19,838 人は発症してないんです受けてなくても発症してないんです受けても受けなくても 99.1% ですかね、 99% ですね、 99% 発症しないわけですから、 99% 以上がですね発症しないんだ、もともと何もしなくても一緒ですから、はいはい、じゃあ人類初のこんな危険なもので、うん、動物実験では全部死ぬようなものをなんで打つのっていう話ですよね。そうなんです。でここは 95% で、あの、まあ、要するに 95% の人を救ったとか、あの、ね、なんか元々 99% かかりませんし、うん、死にませんしね、うん、そうなんですよ。なんかここ不思議ですね。そしてマスコミでも報道の中でも勘違いしてすごい、あの、すごい人数、あの、を救ったことになるというような、あの、報道をしている新聞社もありました、うん、普通にそれやってます、まあ、間違ってるんですよ、うん、普通にそれやってます、ね、はい、うん、だからですね、それと問題なのは世界医師連盟という、まあ、お医者さんたちの、うん、はい、まあ、団体があるんですけど、ここではですね、まあ、有効治療薬を紹介してますね、はい、でも有効な治療薬はほとんど、まあ、取り上げられないと、はい、無視されて、はい、PCR 検査とかいろいろは、まあ、どん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 、まあ、取り上げられてというか、ワクチンもそうですけど、うん、まあ、科学的根拠はなくても、まあ、一人歩きしてきたわけですよ ね、 そうですね。だけど治療薬というのは全然認められない、うん、話題にもならないという、うん、ね、治療薬いくつもありますよね。おかしいですよ。それ最初の段階でですね、あの芸能人たちが出てきて、うんうん、あれはあ、まあ、煽ることだったんでしょうけど、うん、芸能人を出したのは、うんうん、でもアビガンはだから当時からもテレビでも言ってて、でアビガンだと言ってるけども、まあ認めないっていうか、うん、まあ、ヒドロキシそうヒドロキシクロロキンも、イベルメクチンももう海外では、だからドイツ、あの、インドで大爆発しても、うん、あの、それらを使ってるわけですよ。大体20種類ぐらいあるんだそうですけど、うん、まあ、そういうのをね、ドクターたちがちゃんとテレビで言えばいいのに、うん、ワクチンしか言いませんからね。そうなんです。しかも 95% が大丈夫だとかって変なことを言ってるわけですから。そうなんですよ。もうみんなそっちばっかり思ってですね。本当に今回本当に皆さんに知っていただきたいのは、はい、うん、ワクチンを打っても打たなくても、うん、99% は感染しませんよ、うん、と。そういうことですね。 99% 以上が感染しないと、うんうん、はい、効果は本当に 1%、はい、発症リスクは 1% もありませんということ。そうですね、まあ、ぜひ、はい、まあ、その辺も、あの、まあ、これが全てでないですけども、うん、勉強しながらですね、僕らもまた、ね、あの、勉強させていただきながら、うん、なんとかですね、この日本がこのままではもう沈むのは誰の目にも明らかですから、うん、これ病人も増えて経済もダメになってですね、うん、そうなんです、これもうどうしようもないんで、うん、もうしかしね、うんうん、政治に頼ってたんじゃダメだと思うんですよ、うんうん、あの、国会議員に頼ってですね、そうなんですよね、残念ながらですね、もう期待できないですね、野党コロナ禍っていうのがですよ、うん、はいはい、コロナにかかることよりも、うん、そしてあのワクチンで、はい、まあ、ワクチンで防ぎようもないわけですよね、うん、はい、ワクチン打ってもかかるわけです、はい、うん、かといってコロナが、まあ、コロナがある、うん、コロナ菌があるということを、まあ、前提にした場合ですよ、うんうん、コロナ禍を恐れて、うん、あの、自粛したりしてることの方がですよ、まあ、財産とか仕事とか自由を失っちゃって、うん、そうですね、そのことが大変じゃないですか、はい、そっちがずっと大変ですね、コロナにかかることよりですね、はい、まあ、だからね、これはなんかね、その、まあ、僕的に思うのはですね、これは、まあ、あまりにも異常ですよ、これが世界中でやってるってことはですよ、うん、そうですね、その中でも日本人は全然死んでないわけですよ、うんうん、だからやっぱりおかしなことがあると、うんうん、世の中には、うん、だからこれ第三次世界大戦だと言ってる人たちもいるぐらいで、うんうんうん、あの、何かの言論統制だったり、うんうん、何らかの方向性で僕らは持ってかれてると、うん、そうですよね、私ももう、うん、あの、核兵器で世界 の、うん、あの、うん、人たちはっていうか
日本もそうですけどね、はい、やられちゃうのかなと思ってたけど、うん、コロナがすごいですね。そうですね、もう身近なところでまさかまさかのこういう展開になるとは思いませんでしたけど、うん、そうですね、まあ、しかしまたね、今からまた接種がどんどん行くでしょうけども、はい、うん、まあ、ここでですね、うん、小川議員にもまた頑張っていただいて、はいはい、なんとか、まあ、一人でも鹿児島でも覚醒してですね、はい、あのもう一人で生きていけないので、はい、どっちみちつながってですね、はい、大きなその打たないという人たちの輪というかね、うん、その正しく理解するというか、はい、そういう、まあ、リテラシーをね、そうですね、情報リテラシーも高めて、うん、はい、あの頑張っていただきたいと思います、はい、今日はどうも長い間ありがとうございました。ありがとうございました。